映像がピアノ・ソナタ第40番と長長作品37から1放冒険、ズビー40はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが作曲したピアノ・ソナタ。ランドン版では第54番となっている。本作品は1784年に第41番、第42番と共にソナタ集第2巻としてウィーンで出版されたことからそれ以前の作であることが確定されている。 この曲集には、マリア・エステルハージ・公妃への献字が書かれている。公妃は、リヒテンシュタインの王女で、ハイドンが長年仕えた、ニコラウス・ヨーゼフ・エステルハージ公の孫にあたるニコラウス2世と1783年に結婚している。これらの3曲は、すべてに楽章構成である。また、この曲は、ソナタアルバムの第2巻に掲載されているため、よく知られた作品となっている。 全2楽章、演奏時間は約10分。このソナタは、ソナタ形式の楽章が一つもないところが特徴的である。また、どちらの楽章もモチーフの変奏方法に重点を置いている。AB、クラビア、ソナタの部屋第3室。2017年9月31日閲覧。ABC、ハイドン、ハイドン。 フランツ・ヨゼフ・ソナタ第54番と蝶々・ソナタフィはクラビーアナンバー 54G ドゥアー方冒険ズビー40オーパス37から12017年9月30日閲覧クラビーア・ソナタ第40番と蝶々方冒険ズビーマイナス402017年9月30日閲覧ありがとうございます